チャハホシリメイ、今日は久しぶりに料理の動画を撮りたいと思います。今天做家乡菜、合ってるかな。今日は、私の地元が埼玉県なんですけど、埼玉県の郷土料理を作りたいと思います。ですね、その料理の名前は新立てうどん、ね、材料は最近初めて買ったんですけど、冷凍のさぬきうどん、埼玉のうどんとさぬきの四国のうどんはちょっと質感が違うんですけど、まあ手軽で美味しいからよくこういうのを使ってます。これはテーブルマークというブランドの冷凍うどんのうどんで、冷凍なんだけどすごい美味しいので、使います。あと新立てうどんとちょっと似た料理があって、宮崎県に冷や汁うどんっていうのがあるんだけど、それと違うのは魚が入らないところなんです。で、材料はすりごまと大葉とあとみょうがです。みょうがって中国語でなんて言うの。ファンガ、キュウリ使います。あと味付けはこれ味噌だけです。本当は八丁味噌という、もっと赤くて甘い味のする味噌を使います。でも味噌は好きな味噌を使います。よし、じゃあ作っていきます。大葉とみょうがは薬味なんだけど、まあ好きなように、私は細切りにして上にのせます。あと汁のベースに先にすりごまを入れます。本当は自分ですった方が美味しいんだけど、ちょっとめんどくさいからもうすってあるやつを使います。千切りでトッピングくらいでいいと思うんだけど、私はキュウリがすごく好きなのですりおろしてスープにも入れます。これを使います。半分すって半分は千切りにします。多分ここは入れないと思うんですけど、なんかこれ食べるときはさっぱりした感じにしたいので、よくこういうおろし生姜を入れます。ちょっとだけで、ここにこんな感じです。ここに水を入れて味噌を溶きます。ちょっとドロッとした感じになります。さっきの冷凍のうどんは水が通ってるから、あまりいっぱい茹でないで大丈夫です。温めるだけって感じです。一応お湯で煮ます。茹で終わったら一回水で締めます。さっきの汁の中で入れます。ちょっとします。はい、完成です。私の今日のお昼ご飯、埼玉の郷土料理のすったてうどんです。いただきます。どうかな、味薄いかな。おいしい。これね、薬味がいっぱい入ってるからすごいさっぱりしてておいしいんです。日本の夏はすごい湿度が高くて暑いから、なんか暑いのが苦手な人とかにおすすめしたいです。食欲がない時とかに食べられる、ちょっと大人の味
なんですよ。なんか大葉とかみょうがが入ってるから、ちょっと子供の頃は苦手だったという人も意外と多いです。大葉とかみょうがが苦手な人は抜いてもいいと思います。でもすりごまときゅうりは入れた方が絶対美味しい。はい。というわけで、もっと食べてると思うんだけど、今日は私の地元の郷土料理のすったてうどんを紹介しました。じゃあ、またねー。